ベルホヤンスク山脈の1ベルホヤンスク山脈は、ロシアのシベリア北東部にある山脈。サハ共和国の中央部をカーブを描くように 1200km 近くに渡り伸びている。山脈の南では東西に伸び、北ではレナ川に沿って南北に伸び北極圏のラプテフ、海岸岸に至る。山脈の西にはレナ川と支流のアルダン川が広大な盆地を形成しており、 山脈の東には柳川水系がある。柳川を挟んだ東にはベルホヤンスク山脈に並行するようにチェルスキー山脈が南北に伸びる。ベルホヤンスク山脈の最高点は山脈南部付近で標高は約2480メートル。南の橋ではオイメコン高原でチェルスキー山脈とつながりスンタルハヤタ山脈とセッテダバン山脈の二つに 分かれて、オホーツク海に至る。石炭、金、銀、亜鉛、鉛が豊富な一体で、ユーラシアプレートと北アメリカプレートの境界をなす。この山脈付近の町であるベルホヤンスク及び、オイミアコンは、人が居住する場所では、世界で最も気温が低い地域である。また冬は、積雪が非常に深い。最終氷期の頃は、山脈は氷河に覆われていたと見られ、 山脈は夏になると、アルプス山脈にも似た表情を見せる。ありがとうございます。